はい、皆さんこんにちは、エグザイル事務局のアキラです。今回はですね、今市隆二についてということでやっていこうと思います。はい、まあ先週からね、3代目 JSB のね、 JSB ランドツアーがね開幕したんですけれども、やっぱりね、一部のファン、まあ特に昔からのファンが気になってるところは、やっぱり今市隆二くんのね、まあ声の調子だったりとかね、まあ喉の調子とか、まあそういうのだと思うんですけれども、朗報です。はいね、なんとね、ちょっとね、調子がいいと。はい、まあね、この間の愛知公演かな、愛知公演では結構と言いますか、まあね、結構比較的調子がいいと。はい、まあね、 YouTube にもね、一部ライブ映像がアップロードされているんですけれども、確かにね、あの音楽番組とか、まあ前回のスターズのツアーだったりとか、まあその時よりも、まあ声の調子がね、まあ比較的いいなと思いました。その流星とかね、まあ24カラスだったりとか、アウェイクニングライトだったりとかね。はい、なんでね、はい、ちょっとね、嬉しいですね。はい、まあ現地にね行ったファンからよると、花火とかね結構良かったらしいです。はい、なんでね、皆さんもね、ぜひね、はい、行ってみてください。はい。